今日は1食 30g のタンパク質が取れる簡単でとっても美味しくヘルシーな作り置きレシピを紹介します。この分量でだいたい5食分作ることができます。具材もたっぷりでとっても栄養満点です。ちょっと撮影データが飛んでしまってピーマンとエリンギを切るところが抜けてしまっているんですけれども、具材はだいたい同じ大きさを目安にカットしてください。ちなみにビタミン C は熱に弱い性質を持つのですが、ピーマンやパプリカに含まれるビタミン C は熱に強いので加熱調理してもたっぷり栄養を取ることができます。またビタミン A も油で調理することで吸収率が上がるためとってもおすすめの作り方です。この和風ガパオライス、冷凍保存もおすすめです。ぜひ皆さん作ってみてください。